カスガイ製菓株式会社は愛知県名古屋市西区に本社を置く日本の菓子メーカーである。キャンディ、グミ、ラムネ、豆菓子、コンペイトゼリービーンズ、チャイナマーブルを製造、販売している。グリーン豆やイカピーナ、ゼリービーンズ、ニッキアメ、ハッカーメ、黒メなどはロングセラー商品として有名。1960年代には粉末ジュース、 シトロンソーダで一世を風靡した。社名の由来は創業者のせいであるが、本社所在地が愛知県であるせいか、県内のカスガイ市から命名したと誤解されるケースも少なくない。なお、工場の一部はそのカスガイ市にも所在している。自社イベント2018年11月から社員が企画運営するスナックカスガイを開始。ことわざの子はカスガイをヒントに、 異なる分野で活躍する二人のゲストがテーマに沿ってカスが不様子を聴衆と楽しむ趣向のトークイベントで2020年からはオンライン無観客で開催を継続している自社メディア2021年5月からお菓子の楽しみ方を広げるサイトお菓子なくらいお菓子好きをオープンお菓子を使った料理レシピや暮らし術のほか、お菓子好きの人の紹介や お菓子にまつわるエッセイなどを紹介する。ラジオ、地元の CBC ラジオにおいては、日中だけでなく、夜間、深夜帯に至るまで、各種商品のスポット CM を流している。かつて、日本放送ほか、全国ネットで放送されている、オールナイト日本の共産スポンサーでもあった。当社の番組内での CM が、特殊的で一時代の最初の CM で10秒を流し、 その後他社の20秒 CM を3本流した後、最初の CM で流した、以外の商品の CM を10秒流した。また、TBS ラジオ、MBS ラジオでもスポット CM を流していた。テレビ、過去には、CBC テレビの、名古屋発、新底が知りたい、そこが知りたい特装、バンドリサーチが番組スポンサーについていたほか、 他の番組でも番組スポンサーとしてついている。キャンディグミ豆頭胸がかりものかこの商品。ありがとうございます。